ジェノバ。魔鋼炉の開かずの扉。セフィロスのお母さんの名前。古代種。ああ、もう。考えてたって仕方ないよな。セフィロスと話さなくちゃ。なあクラウド、実に興味深い記録だ。2000年前の地層から発見されたその人は優美な微笑みをたたえているように見えた。やがて私はその人こそが太古の時を生きたという伝説の古代種だと気づいたのだ。私はその人をジェノバと命名した。やがてジェノバプロジェクトが始まった。プロジェクトの目的は古代種の再生、そして俺が作り出されたジェノバプロジェクトの責任者、天才科学者ガスト博士が俺を作り出したんだ。作り出したって、あの時俺が早く意識を取り戻していれば。もしそうだったら村を守れたかもしれない。いや、どうかな。本当にセフィロスさんが？ああ、セフィロスがやったんだ。
きっとまた近くにいる。そんな、しっかりしろ。お前たちは退路の確保だ。はい。セフィロス、そんな、まさか。
ビローズ。俺はセフィロスを追ってマコーロへと向かった。私はパパと避難してたの。でもパパはセフィロスと話そうとして追いかけて。母さん、会いに来たよ。この扉を開けておくれ。よくもパパを、よくも村のみんなを。母さん、俺だよ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺、いいことを考えたんだ。約束の地へ行こう。セフィロス！母さん、また奴らが来たよ。母さんからこの星を奪った。あいつらがもう悲しまないで、母さん。これからは俺が一緒だからね。
よくもティファを、村を、故郷を。俺は選ばれし、やがて星の支配者となる。信頼していたのに、いや、お前はもう俺の知っているセフィロスじゃない！俺の記憶はここで終わりだ。あとは覚えていない。おい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 、英雄セフィロス訓練中に行方不明。そんなニュースお母さんと見たよ。そして何日か後に実は戦死だったって発表されたよね。うん、そうそう。ニュースを作ってるのはシンラだ。奴らやり放題だからな。信じる方がどうかしてる。はいはい、私信じてましたけど。あれだ、とにかくシンラが全部悪いってこと。5年前の真実はともかく、俺たちはミッドガルでセフィロスと戦ってきた。あいつは生きている。生きているっていうか、いる。どうして今になって現れたんだろう。5年間何をしていたのかな。セフィロスはあの日の続きを始めたんだ。ジェノバと共にこの星を取り戻して支配者になるとかいう計画の続きを。5年ぶりに。ごめんね、しつこくて。でも気になって。ジェノバってのもよくわかんねえな。ごめん。こうや、慣れてなくて疲れちゃった。背中ガチガチ。ちょっと触らせて。大変。でもなんとかできるかも。部屋行こ。今日はこの辺にしとくか。結局セフィロスが何してたかなんて俺たちに分かるはずねえしな。この5年間どこで何をしてたのかな。それ私に聞く？何でも知ってるのかなって。知ってたんだと思う。でも取られちゃった。消されちゃった。フィーラーに。多分私も取られたのかな。何を？私の記憶では
5年前クラウドはニブルヘイムに来なかったの。クラウド、起きてる？寝てた？いや、何か。でもクラウドに聞きたいことがあって。少し話さない？ああ。じゃあ場所変えようか。こっちこっち。俺が殺したはずだ。ならばあれは誰だ。まったく油断も隙もないな。ミッドガル、アナ。あのね、俺も聞きたいことがある。5年前あの日、魔鉱炉の中で俺はティファを見た。深い傷から血が流れ出して、もう手遅れだと思った。私を疑ってるの？あの時とは別人じゃないかって。こんな風に疑われるなんて思ってもいなかった。ねえ見て、ほらあの時の傷。魔鉱炉で私を助けてくれたのはザンガン先生だった。先生は私を抱えて命がけで川を下った。運ばれた先のお医者さんは徹夜で手術。看護師さんたちはずっと私を見ていてくれた。そういう人たちのおかげで私は生き延びたの。クラウドはどうなの？村を出てから何をしてたの？この5年間は？秘密の多い仕事なんだ。そうでしょうね。ごめん、部屋に戻るね。Thank you.
私たち幼馴染っていうほど仲良しじゃなかったよね。かもな。再会が嬉しくてはしゃぎすぎたかな。揉めたのか。いや、これ以上問題は抱え込みたくねえ。いいな。寝る。夜は必ず明けるさ。これは当宿からのささやかなプレゼントです。よろしければコミュニケーションツールとしてご活用ください。クイーンズブラッド。現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。魔航路爆破事件。おはようございます。7番プレート崩壊に続きミッドガルハイウェイに。ご挨拶が遅くなりました。私はブロード、この宿のオーナーです。皆さんはすでにお出かけですよ。ああそうだ、バレットさんから伝言を預かってます。ネボスケのソルジャーさんよ、今日は一日自由行動だ。今のうちに装備の点検でもしておくんだな、とのことです。まずは武器屋へ行かれてみてはいかがでしょう。そうだな。それとクラウドさん、スキルブックをお持ちですよね。ああ。でしたらついでに本屋にも寄られてはどうでしょう。カームの本屋は由緒ある魔導書店の第1号店。確か初回はサービスしてくれるはずです。熟練の技能士がお客様の新たな能力を引き出すようにスキルブックをカスタマイズしてくれますよ。起きたか。よほど疲れていたようだな。俺を待っていたのか。感謝を伝えていなかったと思ってな。クラウドたちのおかげで北条から逃げられた。成り行きだ。だとしても恩は必ず返す。しばらくは一緒に行く。そうだ、装備の点検に行くなら私の装備品も頼む。わかった。偉そうな新入りだな。いらっしゃい。お兄ちゃん、渋い武器持ってるね。使
使い込まれた。いい色してやがる。ただそいつのポテンシャルはまだまだだ。しっかり整備すればもっと強くなるぜ。どうだい、手ほどきしようか。いいね、輝きが増したじゃねえか。武器もにっこり笑ってやがる。これからも定期的にカスタマイズしてやるんだな。おお、せっかくだ、うちの商品も見ていってくれよ。そんじゃ、武器は大切にな。お、いいわね、この剣。地元のチェリーたち。カームコケシ。ミッドガルは大変らしいじゃない。呪文の港から仕入れた魚。いらっしゃい。第二。野菜たっぷり。ランドサンドだよ。クラウド、おはよう。ああ、何をしてるんだ。クラウド探してたの。そうか。本屋に用事？あのね、その後時間ある？塔の上行ってみない？ああ、行こう。本当？やった。それじゃあ入場券もらっておくから、塔の前で集合。いらっしゃいませ。魔導書店へようこそ。ん？お客さん、スキルブックをカスタマイズするのは初めて？スキルブックを強化するには持ち主にそれ相応の知識や経験、能力が必要なんだけど、お客さんは大丈夫そうだね。早速やってみようか。まあ最初はこんなもんかな。スキルブックは仲間との絆が深まることでさらに力を引き出すことができるよ。また強化したくなったらいつでも持ってきなよ。店長さんの衣装は生命学に学習。今では何でも最近カム田舎だと思ってたけど、いかがか。お、こけすよ。この魔法タンクは新社長就任の噂って知ってた？おう、お早いお目覚めで。朝から飲んでるのか。酒じゃねえ。祝杯はセブンスヘブンを再建してから。その時は俺がおごろう。そりゃ嬉しいね。じゃ高い酒を仕入れとかないとな。長旅になりそうだ。準備はしっかりしとけよ。現在停戦中の部隊の関係。いらっしゃい。お客さん、信号だね。ルートのことです。我らが待って。友達が心配だけど。クラウド、こっちこっち。それじゃ行こっか。お、
ミッドガル、こっちだったよね。そのはずだ。ここから見ると小さいね。距離があるからな。ねえ、ティファと何かあった？うん、ほら、部屋同じだったから。何か言ってたか？特には何も。でも、わかる。幼馴染なんて羨ましい。大切にしなくちゃ。戦おうなんて考えないでくれ。町が巻き込まれる。逃げよう。ついてこい。異常なし。オクラ路上行こう。君たちなんだろう。私は味方だ。本家に知り合いがいてね。あんたもアバランチか。似たようなものだ。待て、私が兵士の気を引こう。君たちは上の足場を渡れ。
まくいったな。宿まであと少し。気を抜くな。下で待っている。地下道が町の外まで続いている。今ならまだ待ち伏せはないはずだ。外に出たら近くの農場に私の知人がいるから頼るといい。それとこれを。クラフト端末だ。共和国時代に作られた骨董品だが、アイテムクラフトができるようになる。良ければ使ってくれ。俺たちを行かせて、あんたは大丈夫なのか？私もこの街も神羅とはいろいろあってね。正直これが正しい道なのかはわからん。考えが変わる前にさっさと行ってくれ。